い、皆さんこんにちは、りなじょうです。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。はい、本日はこちら東平の駅にやってきました。今日は東京からの帰りになるんだけど、福岡空港から博多駅まで行く間の東平の駅でラーメンを本日は食べたいと思います。地下鉄は4番出口から上がってくるんだけど、4番出口のところにアパホテルがあるんだい。で、そのアパホテルの隣にね、こうくるりと回りますと、こちらにラーメン屋さんがございます。久しぶりに来た。なんか工事中みたいになっとったっちゃけど、博多一世一代というラーメン屋さんです。それでは早速入ってみましょう。中に入るとこんな感じ。テーブル席もあるし、カウンター席も両方ともあります。ラーメン屋さんなのに焼き鳥っていう提灯が出とるところ、不思議やろ。ひとまずラーメンのメニューはこんな感じです。650円からセットメニューまでありました。でね、さっきなんで焼き鳥って書いておとって思ったと思っちゃうけど、ここね、焼き鳥もあるとめっちゃ最強ラーメンに焼き鳥も食べれるっていうめっちゃ最強のお店です。あとこういうのもあったと。ほろ酔いセット1050円。これラーメンついとらんちゃけど、なんかさ、一緒に行った人がさ、いやラーメンはちょっと重いなみたいな時に良くないこういうのあったらね、めっちゃいいよね。はいよ、レモンハーイ、本日も飲みたいと思います。もうラーメンに飲むって一番いかんのやけど、好きなものは高カロリーです。でも今日は東京からの帰りやけん、お疲れの一杯たい。さあ、そしてやってきました、一世一代のラーメンがこちらです。めっちゃ美味しそう。っていうか久しぶりに食べに来た。ここ今回は味玉ラーメン770円を注文しました。めちゃくちゃいい豚骨の香りがするっちゃんね。スープは泡系のスープで、見るからに美味しそうなラーメンです。福岡に来た時ってやっぱり博多、中洲、天神、ここが中心になると思うっちゃけど、東比叡にもね、こんな美味しいラーメン屋さんがあるとって。一世一代は今2回くらいしか行ったことないと思うっちゃけど、めっちゃ美味しかった記憶があって、今回久しぶりに寄ってみました。スープからいただきます。これです、この味です。久しぶりに来たけどやっぱ美味しい。結構濃厚な豚骨スープ、なんかね、美味しいんよ。ごめん、美味しいしか言えんけどいつも美味しいしか言えんちゃけど、本当に美味しいっちゃん。なんかさ、ラーメンのさ、スープの味を伝えるのって難しいねただね、ここのスープ好き。こってりなラーメンが好きな方はぜひ行ってみてほしいラーメン屋さん。麺もね、細麺で食べやすい。このスープにはこの麺だねって感じないよ。もう今日はさ、めちゃくちゃラーメン食べたすぎて、で、東京からちょうど帰ってきた時で、どうしてもね、ラーメンが食べたかったったい。で、空港で食べてこようかなって思ったっちゃけど、一駅やし、ちょっと行ってみようかなと思って今回寄ったけど、正解でした。やっぱ美味しい。なんかまた来そうやもん美味しくてまた来そうです。チャーシューは薄切りなんやけど柔らかくて美味しかったし、味玉もめちゃくちゃ美味しかったです。で、机の上にはこちら、紅生姜と、あとね、高菜も置いてありました。皆さんは紅生姜や高菜はラーメンに入れますか？みんなはね、あんまり紅生姜は正直ラーメンに入れる派じゃないっちゃけど、高菜は入れたりするけん、今回は途中から高菜ラーメンにしていただきました。完全にアフレコが遅れています。ダメだ、ちょっと久しぶりのアフレコすぎてめちゃくちゃ遅れてしまった。地下鉄東比叡駅より徒歩1分、泡系濃厚豚骨ラーメン、クリーミーなスープが細麺によく絡むっちゃん。気になった方はぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。はい、ということで本日は博多一世一代のラーメンをご紹介いたしましたが、いかがだったでしょうか。今回はね、焼き鳥は食べんかったっちゃけど、前焼き鳥も食べた時があって、美味しかった。皮とか鶏皮、福岡って鶏皮も有名やし、あとここね、ごまさばもメニューにあるけん、居酒屋としてもラーメン屋さんとしても両方とも楽しめるお店。福岡のグルメも一気に味わえる感じ。焼き鳥、ごまさば、ラーメンって一気に味わえるよね。リナもね、今回久しぶりに来てちょっと通いたくなったもんね美味しかった、本当に美味しかったです。次行くときはね、焼き鳥も食べたいなと思っています。このチャンネルではいつも福岡のこと発信しようけん、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ全然伝わってない食レポなんやけど、これからも動画上げていきたいと思います。それではみんな、また会おう。バイバーイ。
リナジョーでした。福岡大好き博多大好き。